はい、皆さんこんにちは。今回は北朝鮮がミサイルを撃つ理由についてです。最近も報道されておりましたが、北朝鮮はなぜいつもミサイルを撃つんでしょうか。北朝鮮は食糧支援を受けております貧しい国です。まあ、それに対し、ミサイルは一発100万ドル以上とも言われておりまして、1億円以上ですね。で、それを一度のミサイル問題で何発も撃ちまして、で、1年の中で何回もミサイル問題があります。で、それを何年もやってます。で、この例えば韓国が食糧支援をしているということに対してミサイル問題をすれば、この韓国に対して恩をあだで返すような行為なんですね。そこまで愚かなんでしょうか。またそのミサイル買わなければこの食料も買えると思いますね。毎回ですね、海に落とすような無駄な行為で、高価な花火のようにも思えます。そんな行為をいつもやるんでしょうか。本当の目的は日本にある米軍基地を守るためです。その疑いがあります。米軍基地の維持費は日本が半分出してます。基地の維持費の半分はですね、国民の税金を使ってるんですね。さらに基地の中には日本人は入れません。国民は入れませんし、警察も入れないですね。治外法権です。そういう基地や、関連施設というのは日本各地にたくさんあります。これは例えばあの神奈川の一例なんですけど、この赤いところが、米軍基地やその関連施設で、ここには日本人が立ち入れないような場所になります。それが日本各地にあります。で、そういう基地にですね、 CIA がいることをかつてロシアに亡命したスノーデンが暴露しています。スノーデン、僕が横田基地でやっていた工作活動、まあ NSA と CIA として横田基地で活動していたんですね、この人は。ということで、米軍基地に CIA がいるんですね。そこで諜報活動や工作活動をやってるんですね。で、そういうことが、米軍基地がなくなるとできなくなってしまうんですね。ということで、米軍基地は維持したいんですね。しかし、世の中が平和でありますと、こういうようにですね、基地はいらないと、撤退、こういう声がですね、反発がどん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 強まってきます。いらないし、しかも税金を使ってるんですね。こういう反発が強まるほど基地を維持しづらくなります。そういうことで、適度な問題があった方がアメリカ側からすると望ましいんですね。そのためにミサイル問題がある可能性があります。実際本当に撃ってるかどうかはわからないですね。メディアを信用するしか我々はないんですね。で、北朝鮮がミサイルを撃てば、北朝鮮が戦争するかもしれないということで、日本国民は心配になります。しかし、日本には米軍がいる。それも世界最強の軍隊ですね。北朝鮮など心配ない。米軍ありがとう。アメリカありがとう。という方向性になっていき、まあ、基地をありがたく思うようになるんですね。感じるようになる。ただ、本当に戦争になっては困りますから、犠牲者は出しません。今までミサイルが原因で亡くなった方は聞いたことがありません。日本国土のどこにも当たったという実績がないことからも、本当は撃っていない疑いがあります。撃っていたとしても当たらないように配慮した、米軍を維持するためのミサイル問題である可能性があります。まあ、今回は一つの可能性についてご紹介いたしました。以上にいたします。ありがとうございました。失礼します。